はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメラです。ということで、今回なんですけども、やっと来ましたね、RES のレジェンド。ということでね、おい、伸びた!やっとかよっていうことでね、まあ、結構ちょっと今日もキレ悪いね、今日もちょっと寝起きやからかな、うん、結構自分ね、寝起きにね、この後付け実況とか撮ること多いんですけど、そう、まあ、とりあえずね、レジェンドがやっと来たと。でね、僕は、正直でがっかりっす。がっかり。これなんでかっていうと、アイアンサイト、うん。アイアンサイトと、あとね、このね、ちょっとエフェクトのせいでなんかたまに重くなったりするんですよ。なんかちょっとかくついたりするんですよね、どうしても。そう、なんか近距離で倒したりしたりした時とか、やっぱりかくつくし、このアイアンサイト、なんといってもアイアンサイト、何かっていうと、この敵をね、そう、敵をこのアイアンサイトの中に囲うように、エイムしないとダメなんですよね。そう、しかもなんかひらひらひら、ビラビラビラってね、そう、撃ってる時に、なんかちょっと変なエフェクトつくんで、その、なんかほら、ビラビラビラみたいな、なんか炎みたいな感じのエフェクトがつくんで、それで非常に見にくくなる、敵が。めっちゃ見にくくなるんで、ちょっとこれはね、評価低くなってて、自分の中で。まあ、100点満点中、まあ、その、なんていうかな。まあ、その、本当は、95点とかそれぐらいにしたかった、本当は。このアイアンサイトがなければ。うん、アイアンサイトがなければ、結構評価高めにしたかったんですけど、まあ、ちょっと期待外れっていうのもあって、まあ、70点ぐらいかな。100点満点中70点ぐらい。そう、ちょっと俺はね、こんなんやったら、バイキングね、バイキング。そう、前まで使ってたバイキングあったんですけど、あっちの方がいいのかなっていう気がします。はい。全然ね、全然見にくいです、こっち。全然見にくいし、まあ、バイキングね。バイキングも見にくいんですけど、バイキングを上回る見にくさっす、これは。そう、なんかね、いらんエフェクトが多すぎて、重くなら見にくいっていう感じでね、うん、まあ、あれなんですけど、まあ、別になんか、その、特別ね、MSMC ですね、MSMC のレジェンドみたいな感じに、なんか、時計早いとか、なんか、射程の見てるとか、なんか、そういうやつはないっす、全く。そういうものは全く感じないっす。はい。ね。まあ、ということで、なんか、この砂のエフェクトなんかな?そう、そう、砂のエフェクトがね、ちょっと自分、ちょっと残念かなっていう気がしますね。まあまあまあ、ちょっとまあ、慣れもね、慣れもまあ、多少あると思う。多少はね。そう、多少はまあ、あると思うんで、そう、まあ、ちょっとこれに慣れていければっていう感じですね。まあ、様子見ながら自分はこれからね、この赤使っていくんですけども、そうなんですよね、本当に。うん、自分せっかくね、これせっかく結構課金したっていうか、最後まで出なかったんですよね。なんかルーレットみたいな感じのやつで、そう、ガチャみたいなやつね。最後まで出なかったんですけど、そう、俺、ちょっとこれ、そう、なんか引いてよかったとかっていうのは全くないです。はい。引いてよかったっていうのは全くなくて、そう、ちょっとこれはね、まあ、残念かな。ちょっと運営さんもうちょっと、そう、もうちょっとちょっと、なんかこの、ダッサイアイアンサイトをね、どうにかして欲しかったっていうのはありますね。まあ、ちょっと試合についてなんですけど、今回ね、今回結構自分、チームか、そう、まあ、クランっていうのかな、チームっていうのかな。別にま、どっちでもいいと思うんですけど、そう、まあ、クランで行ってるんですけど、マジでね、この試合マジ広すぎる、本当に。全員ハードポイント入らないんですよね。ポイントに入らなくて、一生なんか終わらないって感じですね。まあ、この時はね、みんなでま、ディスコードつなぎながらね、なんか雑談とかね、なんか、やり合ったりするんですけど、そう、マジでね、ここのところは、マジで適当すぎる、適当っていうかね、結局なんか時間最後タイムリミットでこれで終わったっていうね。で、気になるね、この戦歴なんですけど、はい、もうアシスト100いってます。二人アシスト100いってて、まあ、という感じでね、まあ、僕も60いったんですけど、うん、そう、なんていうかな、別に いじめてるとかそういうわけではないですよね。いじめてるとかってそういうわけではないですけど、まあね、結構でもフルパーのとことか、まあいると思うんで、そう、あれなんですよね、本当に。うん、やっぱりね、おい、伸びた!いじめるのは良くないぜということでね、うん。ちょっと、今日、まあまあか。まあという感じでね、そう、まあどうなんかな、まあ普通になんか、性能がめちゃめちゃ触ってるってわけじゃないですけどね。まあちょっとまあ赤数使いにくいかなっていう感じです。まあこの試合なんですけど、ネタバレすると核出します。まあ僕じゃないですけどね。僕じゃないですけど、まあ核出すお方がおられて、そう、もう早速こういうような感じで、もう始まってるんですよね。始まってるんですよ。リスキルが。なんかリスキルずーっとやってて、そう。まあでもね、僕も VTOL 入れてるんですけど、大体ね、もうほとんどの人はまあ VTOL 入れてないと思う。俺は今回入れてるけどね。入れてるんですけど、VTOL 弱いっすよね。VTOL 弱い。ちょっとアナイレーターでね、まあちょっとめっちゃ早く壊されるっていうことを、ちょっとまあ検証とか豆知識動画に入れたいっていうのもあるんですけど、ね、めっちゃ弱いっすよ。めっちゃ弱いっす、VTOL、本当に。今ね、すぐ壊されるし、そう、ね。
バカみたいに弱いんで、別に俺なくてもいいかなみたいな。うん、俺はこのコストの割に V トル弱すぎやと思う。君は弱すぎる V トル君。うん、という風な感じでね。そうで、これちょっとそう味方かと思ったら敵やったんでびっくりしたんですけど、そうまあね、まあなんか楽しくなくなります。はい、楽しくなくなります。もう本当にランクマッチ、そうなんていうか、別にソロでやってもいいんですけど、ソロでやっても逆に面白くないんですよね。そう、あの何キルしたとしても絶対負ける時とかあるんで、そうまあ自分は正直言ってそのまあランキングとか目指してるんで、まあ勝ちたいかなっつったら勝ちたいんですけど、うん、とりあえずね、あのちょっとそう味方がちょっとあれでね、まあちょっと連敗したりすることもあるんで、まあそんなやったらね、まあちょっとこのあのクランの人とやった方がね、まあいいのかなっていう感じですね。まあ確かね、うん、まあその世界ランキング4位の人とか多分僕のところにいたんであれなんですけど、そうまあ自分のところはあの基本的にスクリームとか大会とか出ないです。はい、スクリームとか大会は出なくて、まあなんていうかな、まあみんなそんななんか多分そうなんかランクマーっていうか、そう COD 別にガチにやってないしみたいな感じなんで、そう自分はね、まあちょっとそうあの YouTube のネタっていう感じに、まあひたすらランクマッチやってるって感じなんですけどね。そうまあ明かすね、ちょっと評価しづらいよな今回のマジで。そう俺はちょっと残念やった、本当に残念で仕方ない。うん、まあ結構まあ意見は分かれるよねこの AKS。 はい、意見は結構ねあの分かれるんですけど、まあその結構見やすいよっていう人もおれば、そう見やすくてなんか急速速くないみたいなね、強く感じる人もおれば、まあちょっと、このもうゴミだみたいなね、あの感じる人もいるんで、そうてかひどすぎんなマジで。試合がさ、マジでこれさ、確か相手もレジェンドやったと思うんですけど、マジで格差がひどすぎる。うん、レジェンドのね、うん、なんでね、まあちょっとそのもうワンランク増やしてもいいよね。もうワンランクレジェンドの上を増やしてもいいと思う、俺はね。さあ、という感じでね。まあ、リスキルっすよ、リスキル。まあ、リスキルゲーっていうか、まあ、脇把握ゲーっていうか、まあ、それも結局強さのうちだと思うんですけど、そう、脇の把握も、エイムも、立ち回りも、全部ね、あの、強さのうちだと思うんですけど、そう、別に脇把握してたらね、簡単に枯れるんですよね。そう、簡単に枯れるんでね。そう、まあそういう感じでは、しっかり脇を把握するのは、まあ実力の一つだと、自分の中では思ってるんですけど、そう。いやー、ちょっとひどすぎるな、マジで。ひどすぎるな、もういじめてるよ。いじめているよ。うん、そう。なんかアシストがさ、なんか毎秒は言い過ぎやけど、ずっと入るみたいな感じになっていてね。そう。そろそろ角出すかな。そう。これですね、角。角出しでという感じでね。もう喋ることなくなってきたな、俺、マジで。そう。なんかでもみんな結構書くとか久しぶりに聞いたよねこれ。いやー素晴らしいね。これ車とか全部爆発するんやねこれ、思ったけど。まあという感じでね、まあそろそろ終わりかな。そう、あとラスト適当に歩き回って終わりなんで、はい、終わりましたね。はい、ということでね、まあちょっと今回はこれで終わりたいと思うんですけども、まあ皆さんね、気になると思うんで、アタッチメントですね、これ見せていこうかなと思います。まあフォアグリップと拡張マガジンは必須です。もう結構俺多分動画で5回ぐらい言ってきたかな、多分他の動画で合わせての5回ぐらい言ってきたと思うんですけど、この2つはまあ必須です。まあ必須で、ここのストックですね、このあともう1つの部分ですけど、これは何でもいいと思います、正直言って。別にクイックドローでもロンバレでもいいと思うし、あの中距離をもうちょっとね、あの戦いたいっていう方はロンバレで、あと近距離とか中距離をもうちょっと打ち勝ちたいっていう方はまあクイックドローかな。クイックドローでなんか結構聞くところによると、ストックあんまレレレ人がね、あのそんななんか意味ないって聞いたんで、まあちょっとこれはどうなのかなっていう感じですね。別につけなくてもね、あの横移動とか全然早いんですので、早いのでね、はい、いいと思います。まあパークなんですけど、ライトウェイトですね、ライトウェイトをつけて、まあ、これは、動画用にデッサ用に、デッサにしてたんですけど、まあ大体ハードラインでいいかなと思います。まあそうやね、アイアンサイとかレッドロットって言われると、まあそのアイアンサイとか見やすい人は別にレッドロットサイト別に全然つけても、いいかなと思います。まあね、まあこんな感じですね、こんな感じですね。まあ結構何回も言ってきてるんで、まあちょっとあんまり言うことないですけどね。ということでね、まあ、ちょっと今回これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とね、あと高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは。